それでは始めたいいと思います、えー、と今日は「ど忘れ撲滅答えまくるゼミ」で「担当総仕上げ」っていう、ね、タイトルでやらせていただきたいと思っておりますが、えー、とどんな形でやるのかっていうことですよね。あの基本的に私はあの入門講座で、まあ、入門講座とかあとワイド講座で、えー、と今すべてやってるわけですね。だからいわゆるあそこに出た方においてはあのインプットはいらないといつも言ってると思います。で基本的に全部いらないと言ってると思うんだよね。 でもなんてこれをやるかというとそこでは実はやっていないことがあるんですね。それは何かというと口頭でで答えるってことですあのずっと私がしゃべってるのはこれしゃべってるのを聞いてるだけではないですか。座っていて聞いていてっていうだけでしょ。本当に分かるかどうかってこれ分からないんですよ。正直申し上げるとね。見ていて本当に分かっているのかなないしは分かっていないのかなってね。何気にうなずいて分かっているような感じがするわけですよ。だけど実際上分かっていない方って結構いらっしゃるのね。 でこれも数年前から実はやっておりまして何年前かなあの一番最初にやったのが今から56年前です一番最初にやってあの駐,在やっ駐在1回してしまいまして最後,までや最後というかあの1年間ぐらいやらなかった時期があるんですね。でどやっていますこれ、ね、でどういう方が来るかというともちろん担当を受かっていない方やってきます。 であとです、ね、よくやってくる方があの他校から入門講座を受けてやってくる方もいらっしゃいますであるいはですねあの他の先生からあの来てやってくる方もいらっしゃるんですよで一番いいのはそっちの方かな一番いいのは校舎になるのかなと思いますね、まあ、自分の講座を受けてくる方ももちろんいらっしゃるんですけどもあの一番典型的なのは他校からやってくる方とかないしは他の先生の入門を受けてやってくる方ですで聞くわけですねどういうことになってますかと。 ってなると答えられないわけですよ。私は入門講座で教えてるはずの内容ですよ。で、それを他校からやってくる方に聞くと聞いたことが全くないって言うんですよ。でだったら担当解けないですよね。多分問題として、うん、で。でもそれって自分で多分担当の問題集解いて、丸とかバツって切ってるだけではわかんないんですね、うんで。今の試験っていうのは担当式試験もあとロムもそうなんですけど、あの旧試験にちょっと近いんですよね。 我々が受けていてくると,ころとそっくりですちょうどでまず問題が極めて短いです文章は卓一そうなったのが今から約2年ぐらい前かなちょうど短くなりましたよね問題が極めて抽象的ですで論文も大体そんな感じでしょうあのタクタクこうねっていうまあ試験ですよ簡単に言えばねただ当時は私受けた頃は3千字ねで今は2千字で書きますので当然字数としては昔の方が多かったんだよね。 だからどういう配分でどう書くんですかっていうのが今の論文式試験です。で、それがちゃんとできていない人が多分落ちてるんでしょうね傾向として。じゃないと、これ日本でも言ってますけど、今年約20年20名ぐらいの方が一発で受かってるんでしょ？う一発ね。で、入ってその3年とか4年やっていて当連では受かりそうですっていう人が結構実は落ちてるんですよ。で、どういうところかどういうところどうしてそうなっちゃうのかというと、普通そういうことないでしょ。 公安練習会で3年4年やっていて受かりそうだっていう方が普通受かるのが一般的ですよ。でも、そうではなくってあの1回で受かってしまったって方が20人もいらっしゃるのね。うん、で一応問題難しくなったんだって言われてるんだけども、話しゃってるわけね。なんでそういう傾向になったかって言うと、今ちょうど多分過渡期なんだと思います。試験生徒の過渡期なんだよね。うん、あのー、約10年くらい前かな。10年くらい前は？ 人数を増やしましょうねっていう政策でずっと弁護士会も含めて進んでいましたいわゆる1万人計画ですねだから合格者も800もいったわけでしょ800であれば多分旧問門やって何となく丸とかバとかつけて解ければ受かるわけですよで論文もそんな感じで、ね、とりあえず問題文見てで答えどんなことかって書いてちょろちょろっと書けば受かるわけですねでもそれは10年ぐらい前ですよ 多分そういうい方に習っっっててしままたりすするると不幸って始まるわけですね全然違いますから稽古って。で私はもうこの業界30年いますんでねそうなるとあの昔はこうだったそれから約10年前はこうだった自分の時はこうだったでこれから多分こうなるんだろうってことは一応分かってるつもりです。でおそらく昔みたいに戻りますよ220かそこらでもずっと多分定留すると思いますよ合格者っていう数はね変わらないと思ってるのね。 でこのゼミで何をやるかというとあのパラパラって当てていきますんでね「あなたはどう思いますか?」ってずっと当てていきます。で私みたいな給仕試験の時ってそれが通常の「ゼミ」と言われてるやつでした。今いろんな予備校で「ゼミ」って言ってやっていますよね。であれは当連会ですよ言ってみたら。見に当連会でありまして当連会で当連会で説明を受けてるだけではないですかあとはあのその答案をこう配って「これがいい答案です」とか「悪い答案です」と言って。 気をしているだけでははなないいの昔のの昔ゼミってそうではないの、ね、で、もちろんこういうことをやった上でさらにずっと議論するんです。この点どうですすかと言って振るんですねで全部当てていくわけねあなたはどう思いますかとなんでこれは特許を受ける権利を有する者と書いてあって特許出願人と書いていないんですかって全部聞きますからねこれこれこうですからこうですねって全部答えなかったらいけませんってなってるわけね。ただそこについてまで理解してますかってことがこれ重要なのね。 うん、でちょっと今日レジュメがあるので見てもらいたいと思いますねえー、っとね、最後の総整理って一応書いてありますここに書いてあるんだけどで担当式試験ってまず書いてありますねまあ、担当式試験は過去問とかそれからあとアドバンスですかあれをやってしまって完璧にやればいいんではないですかっていうのが昔の潮流ですねまあ、時間がなかったらこれをやれと私も言っていますけどただやり方がやっぱ違うわけですよやるといってもねで 一番やってはいけないことね丸抜で満足している場合これはダメなんですね丸抜で合ってる合わないってやつねなんとなく合ったとか何条何項に書いてあるからこうなったっていうのはあんまり意味が全くないわけですよそこはね全くないわけねでもこれって理由含めてちゃんと完璧に答えることができますかっていうと自覚ではこれ限界があります卓越について一応自覚で丸抜で持っていけることは可能なんだよね だけけどででそううなりますすかかといころはこれ限界があるわけですよ理由がああるるわよ理由らね例えばちょっと昨日やった単元ですけど106条って規定がありますね106条って信用回復の措置請求ってやつですで一昨年かなんか出たやつだよね106条の請求は最後はできるって書いてあるねでしなければいけませんとはなっていないこれ担当の詩に問われたんだよねでなぜそうなってますかと言って言えますかねそれ昨日言ったばかりだよね私ね なぜそうなってるかってことねないしはこういう問題も確か出たはず106条ではね特許権侵害になって差し止め請求できる場合があるとでもこの場合になっても106条の請求ってできない場合ってあるんでしょでもそれ一方であの特許権の侵害で損害賠償できる場合については106条の請求ってできる場合があるんですよね。ななんでそうなってますかってこと言えますかねでそれを言えってことを言ってるわけね。 2つの項目がさっきあの行ったのが上がってるわけね。1つはあの106条ってできるんだって書いてある点です。しなければいけないっていうのを聞いたことがあったけど、そうではないんだとで、これ暗記したら解けますわね。まずでも暗記ではなくって理解で解けますか？と聞いてるのね。理解で。で、それが本題から言ったら、予備校の先生がやる仕事ではないんですか？正直言うと。正直言うと担当の問題集がちゃんとしていて。 テキストがちゃんとしてていれば予備校に来なくたって受かりますよ早いですよその方が早くやってしまった方がだって予備校って1年かけてずっとやってくるわけでしょでこんなこと聞くぐらいだったら早く、まあ、去年かなんかの教材買って自分でやった方が早いですよであるいは読み物としてはもう社会に出てるものがあるんならそれはとっととやってしまった方が受かるのは絶対に早いですよじゃあ何で予備校に来るんですかというとまずは多分あの今の傾向を知りたいってことではないの 傾向を知ると試験傾向ってこう変わるんだよねってことね、うん、でもそれ誰が知ってるんですかね試験傾向変わるってことは長、まあ、だよね一番長でしょないしは試験員だと思うんだけどあの試験員の今求めているものは何ですかというと私、ね、いろいろな委員会活動とかやってないなっとこれ難しいわけですよどういう傾向でどういう人材を求めていますかって場あるわけね東海においてはどうですか長してはどうですかってあるわけですよ もう大量の事務処理できる人っていいらないわけね正直言っちゃうとだって AI で代替できてしまうではないですかできるようにされてるわけでしょいらないとだったら対話できる人材ですよね、まあ、いわゆるこれをやるってことはその意味があるね対話できる人材ないしは話を引き出してくる人材って絶対必要ですよでその上で AI によってやってしまったらいいわけでしょ我々は勘弁になるわけじゃないですかすごくしかも大量にできるわけではないですか で引き出能力って多分って AI は多分ないんだよね。うん、でそのためにやっぱり高,高等診問でて絶対これ必要なんだね。だから工事試験ってなくならなかったわけですよ。そういうことで,、うん、で。これから多分そういう問題に変わりますよ。知ってますかじゃなくてなぜそうなりますかってことを聞いてきますよ。であるいはあなただったらどういう対応で出願することをクライアントに提案しますかって聞きますよ。それはなかなか難しいからね。 AI では難しいとなる話なんで多分そう聞いてきますよ。で合格者が220人ぐらいしかいなかったらこれは採点できます。そういう問題って今までやりたくてもできなかったんだね800以上合格者が出してしまうとするならば2000つぐらい採点してるわけでしょだったら単純に答えがあってパンパンと上がっているものについて採点するってことしかできないわけですよその採いあるものが他の予備校でやってる電子採点と言われているやつじゃないの飲むの電子で採点しますと。 できるわけないでしょ文章の日々なんて電子で採点できるわけないではないですかでどうやって採点してるんですかと言ったらちゃんと項目上がってるかこれが何点かっていうだけで採点してるだけなんでしょで通常は昔はそうだったと思いますよでも220ぐらいになるとどうですかというとやっぱり人間見ますからね良い,い悪いってやっぱり時間が絶対これ入ってしまいますよ両方に置いたとしゃって、うん、であまりにも薄いとはやっぱり忌避してありますね薄いと薄すぎると って昔の先生って字書いたんですよ今古いっぱい書いて字です書い,てもで古い,っぱい書いても少ないかなっていうかね問題文書はこんなに長いのに少ないかなっていう感じやっぱ受けますよのみだってでその方が今試験やってるわけね試験やってるわけねでそうなっちゃうとどうかなって言われちゃうとさあねっていう感じ受けますよあまりにも薄いとはみいなうんた今は受かってますよそれはあの祖点採点ではないから。 ま言ってみたら偏差値で客観的に見るからまあそれはそれでいいのかもしれないけど今後はどうなるか分かりませんそれはまあ一番分かりやすいのはあのいつも言っている選択科目ねあれは素点採点だからほとんど受かんないでしょああなっちゃうってことね昔は全部あれでやりますんでそうなってしまってもおかしくはないのねある程度今運用でやってるだけなんであの偏差採点と言われてくるやつねまあどうなるかってことになるでしょうねはいただ何を言いたいいいたかというとうここに書いてある 自学力ってやっぱりこれは限界があるわけですよ。指向を来なければ。指向を来なければね。自学力は限界があると。自分でできる人はいいですよ。すごく勉強得意で、いや、一般もよく分かっていて、そんなこと聞かなくたって、できますねっていう人はできるわけですよ。でも通常はそんなばっかしの人ではないですね。で、備行でやるのはさっき言った、なぜそうなるかっていう点を、ちゃんと理解することが絶対これ必要になるわけです。で、あとですね、うーんと。 ここに書いてあるけど自覚力は限界がありますという点とあと3番で自覚力がきっちり,がきっちりついてるか否かの確認をしますということを言っています。本当に分かってるのかなって聞きますからんこれやったですよねであちょっと名前言えないけどある先生のとこにやってきたあのおばさんと言ってい,いのかなあの方がいらっしゃったんですよ。で点数何点ですかと聞いたら60点満点23点ですと言ってました。でやってきたんですよ。ここのの時期でではないいす昔はこういうのって 春からやってきまして、まあ、あの講座を受けたんですよこれだけで。これだけ受けてたんですよ。受けていてずっと当てるのね。で最初は全然答えられません。23点がそこだから。で夏ぐらいになってだんだん答えることができるようになってきたのね。で冬になって年をこうしてまた今と同じようなこういうのをやるわけですよ。そしたら何言っても答えるわけですパン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 とね。答えることができたってことね。でそれを語っていると あの翌年度は56点からなんかで受かりましたよ担当23点から56ですよでそれも受かりましたよ担当簡単でした論文簡単でしたって言ってましたよでそうなってもらいたいわけね正直言えばであのベクトルってこうならないんでギュッとこう上がっていかないんで急に上がるんです合格ってでそれを実感してもらいたいよね正直言うとで自分もそうでしたこう上がっていかないこういうふうに上がらないんでこういうふうに。 あの大学の受験とはちょっとそこが違うんでね大学受験は前提として大学高校生までちゃんと学校でやってるっていう前提がありますある程度これゼロからやるわけでしょで分かんないものをずーっとやってるわけですよで一応回し位を回して回して特日一生っていうのは在体回って重役までは回ってで金が分かったって話になった瞬間にキュッて上がるんですでそれが早く来る人は1年で受かりますねでこれがなかなか来ない人はかかるわけです 三年四年とね、かかるわけ。で、私はそれ来たのは四年目かな。三年目の末だったと思います。で、一応ね、ここに書いて、何を使っているんですかというと。担当速習に事務を使うって書いてあるんだけども、これはね。あの、うちに来てない方には配ります。担当速習って。あの、単元別のアドバンスです。簡単に言えば。ただ、これをやるわけではないので、いうとくけど。何をやりますかというと、旧過去問です。今回は。旧過去問です。で、旧過去問というのは。 平成12年より前の問題です多分見たことないでしょう。で、講義で私しゃべってますよ。昔はこういう問題で出たって。ただ、もうトネタにだなってるものを持ってる人っていないのね、実際でもうね。で、昔はこれが割れていたんだって多分言うと思うんですよ。割れていたんだと。で、割れていたって問題、どういう問題ですかって全部これ覚えてます。というか、ものがあります。家には、実際にあるんで,で、それを復刻してやりますってことになります。で、今そこから実は出てるんでね。 あの担当式試験ってだから文書が極めて短いのね短いであるいは形式はちょっと違うわけですよ形式は違うあのちょっとこの前前回やったやつだとこんなやつですよね9か顧問ですけどねここね「日曜新案登録室蘭を特急室蘭に変更した場合の室蘭の変更の日は法定期間の基準日となることがあるか?」ってこれ問題ですよこういう聞き方か見たことないでしょ多分今は昔は出たのねでこれあるのね でどんな場合ですかというと審査請求期間ね3020ってやつでパッとこれ出ないと解けないわけですよ何のことかってただこういう形式で聞いちゃいけないっていう目とはないでしょただこの形式は見たことは多分ないと思うんですよ最近の形式では多分出てきますからねこういう形式って旧試験ってこういうやつがたくさん出てきたのねたくさんたくさんあったんですよこういうのってで出るとちょっと分かんないなって多分思うと思うんですよでこれを 復刻してやるっていうのが、えー、と今回の、ね、一番大きなテーマになります。テーマになりますで一応担当促進のやじめは配りますよ。配るけど、まあ、それはお使いになればどうぞっていうだけの話です。で実際に使うのは何かというと旧過去問を使います。旧過去問を使ってでそれ解,いて解くっていうかあのもう丸×はついてるんで当てていきます。何で丸になってる何で×になってる関連する条文は何でこの場合はどういう場面に想定されてます論文だったらどんな論点がありますって全部聞いていきます。 細かくで答えるってことをさせるのね。じゃないと意味がないと思いますよ。で、その訓練が足りていないわけですよ。通常の講義で言えば、だからゼミってこれやってるわけね。私は無駄なことはやりたくないと思ってます。あの同じことを2度も3度もやりたいと思ってるわけではないのね。で、やるべきことではないものは何かと言っとろそこですよね。当てて答えさせるってことはやっていないわけですよ。だからそれはゼミでやりますと言ってるわけね。意味は全くないわけではなくって被っていないからやるんです。 で本来ゼミってそういうもんなのねかぶってることをやるわけではないんですよだって私たちの3%と時ってどういう講座になるのか知ってますまずは入門講座を受けるわけですよあとは担当の問題については自分で解いて当連会をいくっていうのは一般的ですよでそれでも2年でよくあるのよ試験ってそれが本当ねで論文は何度も言っているように習うよりも慣れるなんですたくさんたくさん書くんです そうしていくうちにだんだんと自分のパターンってこれ分かるようになります。ただ書けませんと一緒にね。それ私に言わせると、担当の検証の十分、担当の検証が不十分な方なんだよね。単に丸バスで解いている人なんですよ。なんでこの問題出て、なんでこういう答えになってとか考えていれば、絶対これは分かるんですね。論文で書くべきことって。あとは、慣れ。慣れなのね。たくさん書くんですよ。そうしていくうちに自分のパターンって決まっていきます。書き方って。 それ5パターンぐらいなんですよ5パターンについてはどの問題こうしましょうどうしましょうこうしましょうって決めていって書いていくものだねだから1パターンを持っているだけでは本多試験にはもう試験には間に合わないのよ本は5パターンぐらいのよで問題に応じて変えるんですパターンってで試験は誰ですかって考えるのね理系ですか文系ですかと理系の先生だったらあまり深く書いてはいけないねどうせ分かんないしと。 で文献の先生だったらどうですかと言ったら「いや論じろと言ってるんだからたくさん書こうかな」っていうか論点書こうかなってまあ浮かびますね頭に。でそれによって全部書き方を変えるんですでもそれは慣れていないとこれ無理なのね。でこれは通を向けると言ってます。たくさんたくさん。でそうすると自然的に書けるようになるわけね。で3%の時でもそうだよ。今何ですかねメンジャもあって。56%ではないのであればインプットであることってあるのロムは。私はないと思う。 正直言えばないと思う、うん、で慣れた方がいいと思うのね論文,た論文の答弁たくさん受けて慣れるとか絶対必要ですよ慣れていないから多分書けないのねあとは担当が完璧に終わっていないんでしょうで言ってみたらこれ場面が想定できないんだろうね何条何項の趣旨はとかね何条何項はこういうことを聞いてますねっていう場面が多分想定できないから答えられないんでしょうねおそらくはね これもし具体的に答えるこかできるんだったら、わかりますよ。すべてね。あ,あ、こういう問題で、出てしまったら、こう書いて、こう書いて、こう書くんだよ、すぐわかりますよ。それは。うん。だから、その、まあ、前々来たよね。あの。中年の女性ね、の方が、えっと、二十何点から四十、六十、五十何点取って。パッと、すぐ、ええ、論文受かりましたと言ってるのは。あの、あながち嘘では、何でもないのね。担当さえ受かれば、受かります。 受かりますよしかも担当は高得点でと担当と論文は別に分けてやるべき試験でも全くないのね昔も今もそうです分けてやる試験では全くないんで担当さえ何とかできれば論文は何とかなるのがこの試験ですね特にメめ試験でそう、うん、でこれ司法試験は逆だからね、まあ、今司法試験も担当に近くなっちゃったけど旧司法試験は論文と担当は全く真逆だったんですね逆っていうか違うもんですよ で論文がすごく難しかったのね九州試験ででも担当はそうでもなくてっていう感じです。で弁理士は逆なのね。治療法受けたことあるんで分かりますけどねあの担当は一番難しかったです択一が。で場面想定がなかなか浮かばないんだよね。だって普通の事案ではないでしょ。一般的な世界に起こることではないではないですか。となるとなかなかこういう場面でって浮かばないのね。うん。あとはえ2番で一人の意見を聞いてもらいたいわけですよ。 ですこ書くんだとけででしょ自己主張の場ねでもこういうのって人の意見を聞いて修正するわけねああだこうだと言ってこういう考え方もあるんだよなでもこっちの方が言ってることも合理性があるような法律ってそうだからねでその中でより合理性があるのがそう説になってるだけなのねああなるほどねって思ったりします。で理解するんだねそれによって。 自分はそういう勉強をずっとやってきましたからね、うん。他者の意見は反映されないっていうのは当然ですよ、当然。ないしは、担当の問題集をずっとやってるだけだったら、多分それは反映されないですよ。自己主張の場に、まで終わってしまうってことだよね。あと、まあ、通常の意味ね、仲間を作る意味はあると思います。勉強仲間って意味ね。でも、一番悪いのは、なりあいが一番いけないです。結構今、強めてると、なりあい。 昔は違うからね昔は競争試験ですから100%間違いなくだって3%で免除なくって選択科目もあってですよであれば1人で蒸しれば良いと思ってましたから正直言っちゃうとで一緒にやっていきましょうねっていう顔してるけどいや自分が受かりたいなっていうのが一番ですよ一刻も早くね一刻も早くだって何年経って受かるか分からないだもん担当も免除って担当受けたって来年度またダメになっちゃうかもしれないねまた翌年から受けるわけですよ で論文まで行ったって選択はダメだったらまたダメですからね。当然。までしっかり振り直しになるんで毎年毎年そうですからね。だから他のやつが落ちてくれたらいいなって思いつつ勉強してましたよ。変な意味で仲間ではなくていい意味で仲間だったなっていうのが昔のまあ受験かなどっちかというと。でそうやってもらいたいわけね。ゼミって。あとはうんと人の意見を聞いてそしてどの程度だったら受かるかなってやっぱ見てもらいたいのね。 こういう点のことを答えた方は毎年受かってるんだっていうのわかると思います。することによって。で、そこのレベルまで持っていくんですね。自分の知見って。じゃないと、多分自己満足になってしまうと思います。それは。あとは最後で自覚力の最後の確認と、まあ、私は総復習と書いてありますけど。あの自覚力って、やっぱり最後の確認をやってもらいたいんですよ。あの、最終的に自覚をしなかったら、絶対これ受からないです。自覚。単に講座を聞いてて。 受かかりますかと言ったら絶対受からないですよ残念ながら過去問と問題解かなかったら受からないですよでも解いただけでいいかっていうとそれだけでもダメなのねそれを確認する場がここなんですよ「本当に分かってますか?」と聞きますから「担当こうなっていますねと」とじゃあ論文的にはどうなりますかって聞いたりしますからでそれを含めてやるのがゼミですって話になってるのねで私たちの時はそうだったっていう感じですけどねうんあと近年の担当は旧過去問の焼き直しですと言ってるけどこの通りです だから9か5も使ってやりますということを言ってるわけね。うん、で、えーとね、全部でこれ何回やるんでしたっけ、えーとね、?10 回ってあの最初は特許ですよね。特許を5回やります。五回。五回やります。で、特実異症状って書いてあるけど、あのまあ一応これ適当に振っただけです。ただ1回目は特許をどこやるかというと、相続をやるつもりです。相続です。 これれ確実に点数取れるんで相続いう単元はでも分かんないと多分暗記になっちゃうんだよね。これは理解です。相続は本当は。で審判も全部理解です。理解で解けます。でもどうしようもないってとこあるよね。罰則のところの何年何月ってやつね。あれを覚えるしかないですよ。あれは。これでも何でもいいと思いますよ。覚えてもいいと思うけど、あれ最後の最後ね。ほぼ理解でできます。これ。処理は。全部。じゃないと多分使えないと思いますよ。向かった後って。 一番最初は相続をやるつもりですねで2回目が多分登録要件とか補正とかそんなようなところね国内優先権とかあの辺で3回目が多分ライセン権利活用のところねライセンス系と侵害系でしょうねで4回目のところが意義とかそれから審判系でしょうね一般的にはあと訴訟かで最後のところが弥生関係と実用審案となるところなんだけどこれ旧過問題弥生関係のところ結構出てるんだね。 でいのね、難しいですよなかなか今は見たことがないでも昔は出たことがあるって問題が結構結構たくさんありますあるのねで一応時はそういう感じでやろうかなと思っていますで商標は2回で、えー、3回かあ,あるんだけど衣装がないんだなで一応商標となってるけどこの中で衣装も含めてやっちゃいますから衣装だったらどうなりますかと横に全部振りますんであるいは不正競争だったらどうなってますかと聞きますんでね全部。 商標と不正競争衣装って似てるではないですか聞きますからねどうなってますかとコンパの会社でこう変わってるんだけどじゃあ不正競争はどうなってますかって多分聞きますからで、なんで違いがありますかって多分聞きますでこれずーっとくるくるやっていくのがこのゼミの一番の特徴なんですねだからど忘れとか云々とかっていうよりもなんだろうな一問解いたら十問解けるんだっていうのがあの論担当だと思ってますから勉強って、うん、で。 なんで先生は解けできたんですかというと私はベースがあったからですよもともとの。一般法をやってたからっていうところがあるのね。の他の試験書をやってたのであの一応も考えるところでできたのね。一般法だったらこうだけど特許法をこう書いてるのはなぜかっても考える癖があったのね。だからできたんですけどただそれができない方にとってみたらなかなか場面想定しとか問題もっと深掘りしっていうのは多分無理だと思うんですよ。に書いてあるから丸でしょとかでしょとからででとと ないしは基本書類書いてあるからこうなってますねって持ってくるのはせいぜいなのね一般的にはでもそれだと多分忘れちゃうんですね本番の場ではちゃんと自分の言葉で理解して説明できないと意味がないと思っていますでそれをまあやっていきましょうねっていうのはこのゼミの一番の特徴ですかねだからできればどん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 答えてもらいたいわけですよで答えないと飛ばします飛ばすので飛ばすので,で飛ばされないようにしてもらいたいのねで答えてもらいたいわけですよ で昔の時もそういうい感じだだったんだよね自分の受けてた時も約30人ぐらいいた時にどん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 飛ばされますからね「ダメ分かりません」って言ったらで最後はもう決まった人に巻き寄るわけですよ「いや君だな」と言って「はい一番前に座ってるのが佐藤さん」って言われて私は答えたわけですよ一番最後私回ってくるのね,で,で,きてねで,で,きできたらそうなってもらいたいね出リムも含めて「これこれこうだからです」って答えることができればどんな問題でも多分解けますよ 条約であろうが何であろうがときますんで是非そうなってもらいたいなと思いますでさっき言った一般法から私解いていったりするだろうしあるいは条約から解いていったりするかもしれないだろうしあるいは国内法から条約解いていったりするかもしれませんともかくと会えばいいわけでしょ理屈としてはで全部理由があっぱりあるのねそれに対してはね、うん、で予備校の問題集って言われてくるものは、まあ、しょうがないと思うんだけど 何帖に書いてあるから「るです「バス」ですって書いたのね担当間違いではないよであれしかしょうがないと思うんですよ書く意味ではでもそれってご自分でやってしまったら絶対早いわね正直言えば指甲を着てやる人必要性は全くなしねでそうじゃない理由をやっぱし説明しなかったらいけないかなと思ってますでこれいつも言ってるんだけどあのいわゆる法律の世界って2つの理由の書き方があると1つは許容性1つは必要性 といううののは法学部で習うのね徹底的に。で共制性とは何かと言ったら条文です。でこれ解いてるんでしょ。でもう一つが必要性です。社会的妥当性のことを言います。こう考えないとおかしいでしょってやつです。でさっきやったのはそっちの方です。どっちかというと。必要性の観点です。こう考えるのは当たり前ではないですかってなりにはなると解けるんだよね。担当の問題って。で自分はそうやって解いてるつもりなんで解くときって。あの共有性あまり気にしてないです。 条文何条何項にこう書いてあるからそれ自然的に覚えちゃうんでできるようになると、ねまあ、そっちでしょうねで、まあ、いわゆるこれ分けてもらいたいわけですよ特に択一の勉強ってご自分でもできると思ってるじゃないですかや,やれると思いますよ過去文集買ってきてやればいいわけですからじゃあんで予備校に来てやりにがあるかといったらそれは必要性の観点を学ぶからですよあるいは連問っていうのかなそこから生成する問題についてどう考えていくんですかってことを学ぶたびにやるわけですよそのためにゼミってあるわけね じゃなないいいとと意味が全くないと思っていますね,ここはね、はい、でそういう感じでやっていくのはこのゼミですって話になってゼミで10回あるのかな10回となっておりますで時間がこれ不定期なんでしたっけ大体えっと大体3時から6時になってんのかなでこの後に通常だとこれ今日やりだした,でしたっけこれ論文合格トーってあるわけでしょまあ1年目の方はこれがあるわけで、ね、でもこれにかぶらないようになってますんで大丈夫かなと思います ここはね、本当はこれ説明したいんだけどねいやこの内容こう書いたらこう書くべきなんですよねってことね論文とはこう書くべきでいやここまで書くのはいけませんとかねこんなふうに答え書いてあるかもしれないけどこれ間違ってるとかこういうふうに書いてはいけませんって言いたいところだけどそれやっちゃうといけないことになってるわけでしょ解説はついてませんって書いてあるからこれね。うん、ということでありますんで、まあ、一応そっちに特化してやりますけど、まあ、これ聞きたい方はどうぞ聞いてくれたら私説明しますんで。 あの担当論文合格答弁、こう書くんだよっていうのはね、別に説明はしませんけどね、中では。うん、で聞、聞きたい方はどうぞって思います。あこう書くんだよなって、これ見た瞬間に分かりますのでね、ああ、こういう問題かって感じですね、今日出るやつはね、うん。という形で進んでいきますんで、あの、まあ、興味のある方はぜひ申し込んでいただきたいかなと思っております。じゃあ、終わりたいと思いますね。